習近平政権思想教育を強化。 中国の習近平政権12日に公表した共産党の新規則、習近平国家主席の名前を冠した指導思想の教育を党の内外で強化する方針打ち出しました。習国家主席が視野に入れるとされているこの長期政権の実現に向け、異論の排除が一層強まる見通しだとしています。公表された共産党の新規則、党の意識 決定機関であります、中央委員会の地位、あと職権などを定めたもので、最高規則であります、党の規則、 規約に次ぐ党内放規と位置づけられますこの中に習国家主席の指導思想習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想これによって全党を武装し人民を教育すると明記されましたこの思想を学ぶ授業が国内37箇所の名門大学で今年の秋から始まるとされています北京の大学この授業が必修化される大学でこの習 習近平のの新時代の中国の特色ある社会主義思想で、全党武装し、人民を教育するということなんですけれども、習近平のこの新時代の中国の特色ある社会主義思想、中国メディア、あと研究機関を通じて、すでに普及が進められているということです。一層思想の統制が強化されるということのようなんですが、山岡さん、いかがですか。それれれはは間違いないなでですすね <はい S 2> こここ所の名門大学と言ってますけれども <はい S 2> これは もちろんその全人民を対象としてやっていることですね、はいえー、そしてこの記事ではですね、えー、あ,のあたかも長期政権を実現するための思想統制というような分析がされているわけですけれども、はい、もちろんそういう側面もあると思いますけれども、えーえー、ただ、もともと中国はですねこの中国の特色ある えー、社会主主主義義、はい、または民中国独特のものがこれあるんだと。この中国のこのキャラクターが活かされている社会主義や民主主義というものがあるんだと。はい、それは欧米 私たちが属しているところの自由民主主義とは違うんだと。えー、明らかに一線を隠しているんだと。はい、そしてその中国のものの方が優れているんだと。はい、そしてそれに疑問を挟んではいけないんだと。という,う、そういうですね、えー、まあ思想統制というのは、もうちょっとずいぶん前からなされているわけなんですね。えー、ですからそれをよりこのフォーマライズする。 え、正式なものとして徹底していく。ええ、そしてですね、この動きを中国国内だけの動きだと思ったらいけないんです。はい、ここがポイントなんです。ええ、普通我々考えますとね、これこの記事も明らかにそうなんですけど、ああ、中国国内での統制を強めようとしてるんだなという中国のドメスティックマターとして捉えがちですが、ええ、この問題の深刻さというのは中国はこれを、はい 国境を越えて世界に広げようとすることなんです。一対一路。一対一路を、はい、もですね、えー、を通して、はい、それこそ海外の大学でもですよ、ね、はは日本や アメリカ、オーストラリアの大学でも、結局これが通用する、この中国の価値観に疑問を差し挟むことは許さないと。はいうん、そういう方向で進んできている。<え>これがサイレントインベージョンということの真の恐ろしさなんですね。えーはい、そういうふうにあの解釈すべきだと私は思いますね、はい。静かなる侵略。まさにそうなんです。こ,ですね、これ国内の国だと思ってはいけません。はい。はい。はい、中国、インド、国境対立、長期化。 中国とインド両軍の国境地帯での対立長期化していますえ去年10月のモディ首相との首脳会談で国境問題の安定化と経済の連携の強化これを打ち出した習近平国家主席の思惑と裏腹にインドは中国への経済報復に続い動いて安全保障面でアメリカに接近する構えを強めていますえこれご存知の方も多いかと思いますが中国とインドってのは東西3000キロ以上の国境 戦が確定してていいいないとでカシミール地方のほかインド北東部でも領有権を争っています1962年に国境のこの地帯全域の紛争に発展して、両軍に多くの死傷者を出しました。で、カシミール地方の両国の支配地域のこの境界、湖、峠など地形がこの入り組んでいて、両軍兵士の鉢合わせも多いということなんですね。で、今年5月からの対立でも中国、インド互いに相手が が越境したまあ、国境を越えてきたんだと非難し合ってるということですカシミール地方現在も増派された中国インドの兵士全部で10万人が集まっているとされています、えー、中国インドの国境問題習近平国家主席とモディ首相非公式会談で問題を取り上げたんですが最終的解決は難しいという見方もあるようですこれどうご覧になりますかこれはもちろん最終的解決というのはあのすぐには難しい しいですね、はいええ、でこの傾向はむしろ強まっていくだろうと思います。と申しますのは、えーまあ、これはもともと安倍首相がえ提言したですね、えええー、自由で開かれたあインド太平洋というこの構想ですね、えええー。これはまさに中国封じ込め政策なわけですよね。ええ、だこれを進めれば進めるほどこのような 対立というものは、随所で先鋭化されていくという、これは当然の成り行きなわけですよね。ですから、菅首相が、安倍総理の後を継いで、 え、開かれた自由なインド太平洋、この政策を推進していくと。はい、これは明言してコミットしてますよね。はい、でも、そうやるということは、当然日本においても、えー、尖閣諸島をはじめですね、はい、このような対立は鮮明化していくということを意味していますので、えー、菅首相が同時に中国とも安定した関係を築いていくとおっしゃっていますが、えー、それがいかに困難なことなのか<ー>あー、理論的にですね、矛盾し得るのかということ、えー、それ、総理分かって いらっしゃるのかなと、ちょっとお聞きしたいという気がしますね。はあはあ、えー、現に中国の公選がね、はい、今までで一番長く了解ですよ、日本で。す。入り込んでるってことですからね。はい、まさにそれです。えー、ですから、このインドとの国境対立問題と、えー、これは、まあ、軸を位置にする、あの、あの同じにするわけですね。えー、はい。